彼方の先行は、オリビエ・メシアンが最後に完成した、還元楽作品。本作品に続く、四重奏と還元楽のための、コンセールが絶筆であるとされているが、実際のところは、未完で残され、作曲家のジョージ・ベンジャミンとハインツ・ホリガー、そして、未亡人、イボンヌ・ロリオ・メシアンによって保筆されたため、真に絶筆であるとは言えない。この作品は、 ニューヨークフィルハーモニックから1992年の創立150周年を記念して移植され、1987年から1991年にかけて作曲された。初演はメシアンの死の6ヶ月後、同年11月5日にズービンメータの式によって行われた。1995年3月22日、東京文化会館東京都交響楽団。 若杉博史日本初演。演奏には、総勢128人の演奏者が必要で、演奏時間も1時間以上を要する対策である。オーケストラスコアは、総ページ数300を超える。作曲中の1988年にメシアンは、オーストラリアを訪れており、〇〇一楽章を、オーストラリアのことどりのために使用している。メシアンの全作品のうちでも、最大の編成である。 約70分栄光あるキリストの出現、アッパリジオンジュクリストグローとイテてザ、ラコンステレーションジュサギタイレコトドリと結婚のまエルオワゾーライアーイラビルフィアンセ刻印された、選ばれし、もの、レーレスマーケスジュソアイにとどまる、ディムーアラーダンラムール、ナラプスのトランペットと七人の天使、レセプテンバーアンジオセプテンバートランペットそして神は、ことごとく涙をぬっくい去ってくださる。 エドゥーエスイエラチュットラームでルールイユー、星々と、栄光、レートワールイラグローエ生命の木に宿る鳥たちの、喜び、プルジョルオワゾーでアルブラデビカミの道、レシュマンデエルインビジブルキリスト、楽園の光レクリスト、ルミエールジュパラディー。ありがとうございます。